モーリス・サミュエル・ボーンは、アメリカ合衆国コネティカット州、ノーアウォーク出身の元プロ野球選手。ニックネームは、ヒットドッグ。元 MLB 選手のグレッグ・ボーンはいとこに当たる。シートンホール大学時代のチームメイトには、クレイグ・ビジオと、後に、プロでも同僚となるジョン・バレンティンがいた。1988年には、大学アメリカ代表に選出され、他にチャック・のブロックや、 アレックス・フェルナンデスらも代表入りしていた。1989年の MLB ドラフトでボストン・レトソックスから一巡目に指名を受け、6月20日に契約。同年は A 級ニューブリテンで打率、278.8本塁打を記録。1990年にトリプル A 級ポータケットに昇格して打率、295.22本塁打。 七十二打点。九百九十一年は、同級で十四本塁打、出塁率。四百二十二を記録してメジャーに昇格し、六月二十七日のニューヨークヤンキース戦に、六番一塁で先発出場しデビュー。九百九十二年は、開幕をメジャーで迎える。前半戦は、打率一割台と振るわなかったが、後半やや持ち直し、打率。 234.13本塁打の成績だった。1993年は完全にレギュラーに定着し打率297チームトップの29本塁打101打点出塁率390ストライキでシーズンが打ち切られた1994年は打率310.26本塁打出塁率408 リーグトップの20敬遠を記録した。1995年は前半戦で24本塁打、60打点を記録し、オールスターゲームに初めて選出される。ホームランダービーにも出場し、ラウンドにまで進出した。リーグ最多の1 5 3三振を期したものの打率。300.39本塁打、126打点を記録し、アルバートベルト同数で、 最多打点のタイトルを獲得する活躍で、チームの5年ぶりの東地区優勝に大きく貢献。クリーブランド・インディアンズとのディビジョンシリーズでは14、ダスームアンダ7三振に終わり、3連敗で敗退した。MVP の投票では、成績で上回るベルを8ポイント差で抑えて、選出された。ベルが問題児で不人気だったことが要因だったが、ボーンは人格者であったことも影響を及ぼした。 初のシルバースラッガー賞も受賞した。1996年は5月に打率。396.12本類が28打点、オプス1.300の好成績で、プレイヤー・オブ・ザ・マンスを初受賞するなど、前半戦で打率。346.26本類が78打点を記録し、2年連続となるオールスターゲームにファン投票で選出された。 試合では、第1打席で、ジョン・スモルツから2塁打を放った。9月24日のボルチモア・オリオールズ戦では、デビット・ウェルズから3打席連続本塁打。打率、326、いずれもキャリアハイの44本塁打、143、打点、207安打、118得点95支球、オプス1.003を記録し、特に本拠地フェンウェイパークでは打率。 381.27本塁打、81打点と無類の強さを誇った。MVP の投票では5位。1998年1997年は5月30日のヤンキース戦で自身2度目の1試合3本塁打、7月26日のアナハイムエンゼルス戦でトロイパーシバルから逆転さよなら3点本塁打を放った。 1998年は4月10日のシアトルマリナーズ戦で逆転サヨナラ満塁本塁打。2年ぶりにオールスターゲームに選出されたが、出場機会はなかった。打率、337.240本塁打、115打点、205、アンダを記録、チームメイトのノマーガルシアパーラとの協力コンビを形成し、ワイルドカード獲得の原動力となった。 インディアンズとのディビジョンシリーズでは、第1戦で2本類だ7打点の活躍を見せたが、第2戦以降は本類打、打点ともになく、チームも1勝3敗で敗退した。MVP の投票では、ケングリフィージュニアと並んで4位に入った。10月23日にフリーエージェントとなり、12月11日にエンゼルスと6年8000万ドルで契約。 1999年は開幕直後に故障で離脱する。指名打者での出場が半分近くを占め、チームトップの33本類が108打点を記録するものの打率は281と6年ぶりに3割を下回るなど、前年からの木並み成績を落とし、チームも西地区再開に終わった。 2000年は前半戦で打率302.23本塁打と好調だったが、後半戦で打率233.13本塁打と調子を落とした。161試合に出場して36本塁打117打点を記録したが、打率はレギュラー定着以後最低の272。リーグ最多の181三振を喫し、1982年に レジー・ジャクソンが記録した球団記録156を大きく更新した。2001年は故障のため全球。12月27日にケビン・エイピアーとの交換トレードでニューヨーク・メッツへ移籍。2002年は6月26日のアトランタ・ブレーブス戦で本拠地、シェイスタジアムのスコアボードを直撃する推定飛距離505フィートの超特大本塁打を放った。 大型補強の目玉の一人として期待されたものの、ブランクや故障の影響もあって打率。259.26本塁が72打点と不本意な成績に終わり、優勝候補と目されたチームもまさかの東地区再開に沈んだ。2003年は打率。190.3本塁だと定調で5月2日を最後に離脱し、膝の故障悪化により現役引退。 身長は185センチメートルほどながら、体重は120キログラム以上というメジャーリーグでも有数の巨漢選手として知られていた。その上ヒゲを生やしているため風貌は怖いが、実は人格者でボランティア活動も積極的に行っていた。背番号はキャリアを通じて42を着用し、また同番号を付けた最後のアフリカ系、アメリカ人選手でもあった。 ありがとうございます。